マルコス・バグダティスは、キプロス・リマソール出身の元男子、プロテニス選手。当地から登場した、最初の本格的なプロテニス選手として活動し、ATP ツアーでシングルス4勝、ダブルス1勝を挙げた。シングルス自己最高ランキングは8位。身長182センチメートル、体重80キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 2006年全豪オープン男子シングルス準優勝者。2006年ウィンブルドン選手権男子シングルスベスト4。ベースラインプレイヤーでフォアハンドストロークの強打とサービスを大きな武器にしていた。キプロスは地中海に浮かぶ人口約87万人の小さな島国で、バグダティスの父親は医療品店を経営。家族は2人の兄と養子の妹がいる。 バグダディスはその中で5歳からテニスを始め、14歳の時にスポーツ小国を援助するプロジェクトの奨学金の資格を得て、キプロスからフランスの首都パリへ留学した。ジュニア選手時代、2001年に日本の大阪で開かれた世界スーパージュニアテニス選手権大会に16歳で優勝したことがある。2003年全豪オープンジュニア男子シングルス部門で、 優勝し、同年にプロ転校。2004年アテネ五輪に、キプロス代表として出場し、2回戦でドイツのニコラス・キーファーに敗れる。4大大会デビューは、同年の全米オープンで、2回戦で、第1シードのロジャー・フェデラーに挑戦した。2005年全後オープンで、キプロス人のテニス選手として、初の4回戦進出を果たしたが、この時もフェデラーに敗れている。 その後全仏オープンとウィンブルドンにも初出場を果たしたが、この両大会では初戦を突破できなかった。2006年全後オープンでバグダティスは世界に旋風を起こした。世界ランキング54位のノーシードから勝ち上がり、4回戦で第2シードのアンティロディックを6から4、1から6、6から3、6から4で破り、準々決勝では第7シードのイワン・リビキッチに勝ち。 準決勝では、第4シードのダビド・ナルバンディアンを3から6、5から7、6から3、6から4、6から4の逆転で下し、キプロス人のテニス選手として、初の4大大会決勝進出者となった。先に、ナルバンディアンに2セット先行されてからの逆転勝利で、掴んだ決勝戦だった。ロジャー・フェデラーとの決勝では、 1> 第1セットを7から5で奪ったが、続く3セットを5から7、0から6、2から6で落として、準優勝に終わった。この後、ウィンブルドン選手権でベスト4に進出する。準々決勝で、レートンヒューイットを6から1、5から7、7から6、6から2で破ったが、続く、準決勝で、第2シードのラファエル・ナダルに1から6、5から7、3から6のストレートで破れ、 前後に続く決勝進出はならなかった。ウィンブルドン選手権の終了後、バグダティスは世界ランキングを10位に上げ、初めての世界トップ10入りを決めた。全米オープンで第8シードに選ばれたバグダティスは、2回戦でこの大会限りでの現役引退を表明していたアンドレアガシに4から6、4から6、6から3、7から5、5から7のフルセットで敗れた。 しかし全米オープン直後に行われたチャイナオープンの決勝戦でバグダティスはマリオ・アンチッチを6から4、6から0で破り ATP ツアー大会初優勝を飾った BNP パリはオープンでのバグダティス2007年全豪オープンでは2回戦でガエルモンフィスに敗れたが翌週に PBZ ザグレブ・インドアの決勝でイワン・リビチッチを破りツアー2勝目を挙げる 全仏オープンでは初進出の4回戦でイーゴリ・アンドレーフに敗れた。2008年は右手首の疲労骨折や背中の故障などに悩み年間を通じて12大会しか出場できなかった。そのためシーズン初めは16位だった世界ランキングは最終的に98位まで急落した。2009年前後オープンでは準優勝した年以来3年ぶりの4回戦まで 勝ち進んだが、第3シードのノバク・ジョコビッチに1から6、6から7、7から6、2から6で敗れる。この午前通オープンで、初戦敗退し、直後のオルディナオープン大会の2回戦を途中、棄権したため、ウィンブルドン選手権を欠場する。ウィンブルドン終了後、バグナティスの世界ランキングは151位まで落ちた。それから、しばらく男子ツアーの下大会を転戦し、 3大会を制して徐々に世界ランキングを戻していったバグダディスは10月のストックホールムオープン決勝でオリビエロックスを破り2年ぶりのツアー3勝目を挙げた。年間最終ランキングは42位まで持ち直した。2010年はシドニー国際でレートン・ヒューイットやマーディフィッシュを下して決勝に進むと決勝ではリシャール・ガスケを6-4、7-6で破り優勝した。 ドバイテニス選手権では食中毒になりながらもベスト4入りしたが、準決勝でノバク・ジョコビッチに敗れた。BNP パリバオープンの3回戦では、ロジャー・フェデラーから7対戦目にして、初白星を挙げた。BMW オープンでもベスト4入りした。シティオープンで決勝に進出したが、ダビド・ナル・バンディアンに敗れて、準優勝に終わった。ウエスタンサザンオープンの準々決勝では、 ラファエル・ナダルに7対戦目で初めて勝利した。フェデラーに初勝利したのも7回目だったことから7はラッキーナンバーさと話した。準決勝ではフェデラーに敗れた。年間最終ランキングは20位まで戻った。2011年は特に目立った成績は残せなかったが特段悪くもなかった。年間最終ランキングは44位。 2012年前後をオープン2回戦で、スタニスラス・ワウ・リンカに6から7、4から6、7から5、1から6で敗れ、試合中にラケット4本を壊して800ドルの罰金処分を受けている。この行為への後悔を引退時に述べている。ロンドンオリンピックの開会式では、キプロス選手団の騎手を務め、シングルス3回戦で、 金メダルを獲得した地元イギリスのアンディ・マリーに6から4、1から6、4から6で敗れた。2013年は怪我に苦しんだこともあり、結果を残せなかった。年間最終ランキングは87位に落ちた。2014年も不調は続き、一時世界ランキングは155位まで落ちたが、ATP チャレンジャー大会では4大会で優勝する素晴らしい成績を残したことで、 10年連続トップ100に入った。2013年全米オープンにて2015年は、年始のハッピーバレーチャレンジャーで準優勝して、最先の良いスタートを切ったが、全豪オープンは3回戦で、グリゴール・ディミトロフにフルセットの末敗れた。ノッティンガムオープンでは、ダビド・フェレールやアレクサンダー・ズベレフなどを破り、ベスト4入りしたが、準決勝は、ふくらはぎの違和感で途中棄権した。 ウィンブルドン選手権も3回戦敗退。アトランタテニス選手権でもベスト4。しかしこの大会で素刑部の怪我を負い、全米オープンは初戦を途中棄権した。ストックホルムオープンでもベスト4に入りしたが、準決勝を途中棄権した。これでシーズンを終了し、特に後半戦は怪我に苦しんだものの、年間最終ランキングは48位まで戻った。 2016年、ドバイテニス選手権では、ロベルト・バウティスター・グルトやフェリシアーノ・ロペスを下し、決勝に進出したが、決勝で、スタンワウリンカに敗れ準優勝だった。これにより、3年ぶりにトップ40に入った。全米男子、クレイコート選手権1回戦では、ディエゴ・シュワルツマン相手に6から0、6から0のダブルベーグルを記録した。シーズンを通じて、 一定の成績を残し、年間最終ランキングを36位で終えた。リオデジャネイロオリンピックは、肘の怪我で欠場した。2017年は出場した ATP ツアー15、大会のうち7大会で、初戦敗退を喫するなど、怪我の影響も、ある不調に悩まされた。4月7日のデビスカップヨーロッパアフリカゾーン2部の、プレーオフのチュニジア戦で、モエスエチャルギに敗れ、 14年間に及んだ、同大会での最長記録である連勝が36で、ストップした。9月の生徒オープンで決勝進出するも、ベニスイストミントの決勝戦は故障のために第1、セット途中で棄権した。年間最終ランキングは2004年以来初めてトップ、100圏外で終わった。2018年も調子は取り戻せなかった。2019年、 南フランスオープンでは予選から準々決勝まで進んだ。新戦、チャレンジャーで優勝。6月24日に自身の公式サイトで2019年ウィンブルドン選手権を最後に現役を引退すると発表した。迎えたウィンブルドン選手権1回戦で今季初となるグランドスラムでの白帽子を挙げた。2回戦ではマッテオベレッティーニに1から6、7から6、 三から六で敗れた。試合終了後、観客にスタンディングオベーションで見送られ、キャリアに幕を下ろした。2012年7月に、クロアチアのテニス選手のカロリナスプレムと結婚、10月に第一子の長女が誕生した。2016年には、次女が誕生した。2019年11月には、第三子が誕生予定。シングルス、1W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます